もムードが、ね、元気がついていい感じになってきましたね。ねお茶やね、もう飲みなくてしょうがないですよ本当に。私もこの後からね、この間でトークするときにどんどんくまちゃんの顔がね、ジャケット色に染まっていきますんでね。もうだんだん話長くなってきますけど、僕もなんかちょっとね、この浴衣の気分に合わせてね、ちょっとだけこんなんしてみたんですよ、はい、こんなんちょっとだけしてみたんですよ。やっぱりね、お祭りを楽しむためにやっぱりこういうやっぱ形から入っていくのも大事かなと思います。そうですね、こんな感じでやってますこんな感じでやってます、裏事情を言うと、もうそれ返していらんわなんでなんでな、何やろ、思い出が染みついた感じが。どういうことやねん、はいで、はいで、はいで、ほーいで、またつけるの人々で返したのか、はいで、はいで、ほーいで、ほらやめなさい、清水敦さんには申し訳ないですね。ほんまですよ、ちょけんといてくださいということでね、このステージをね、今日は港祭りってことですけども、はい、ちなみにお二人は港祭りの始まりのゆえんって知ってますか？お二人、うち、そうですね、ステージには3人しかいない。ゆえん、はい、今第14回ってなってますけれども、うん、第1回目が始まったの、なんでこのお祭りが始まったのか知ってます？開校50年あ、なんとなくで当てはめてきたねなんとなくで当てはめてきましたね。実はあと開校100年ちゃいますか。え、50年じゃないの？100年あ、うち、そうだ、始まった時のゆえんやからね。神戸の大きなお祭りといえば、皆さん神戸祭り思い浮かべる方多いと思います、うんうん、もともと神戸祭りは夏のお祭りだったんですよ。そうなん、はい、この7月にね、11月は夏ちゃうしねなんで11が出てきたのかも全然5月やね整理してから喋りや整理してから出た。そうそうそう、くまちゃんとね、一緒に神戸祭りも出ました、この間、はい、出させていただいたんですが、そうや、そうなんですよ。昔7月ね、夏に神戸祭りが開催されていたのが、うん、5月の開催に移動したんです。その時に夏の神戸らしいお祭りがなくなってしまうのは寂しいなということで、うん、神戸祭りが5月に移動したけれども、うん、夏のお祭りを残そう、神戸を象徴とした港で港祭りを行おうというのが始まりとなって、第14回を迎えている。あ、一つ勉強になりましたよよう調べたな。まあ、多分ね、こういう間が出てくるやろうな思ってね、ちょこちょこと仕入れてきたんですけれどもね。なるほどね。はい、なのでね、みんなで作ったこのお祭り、これからも続いていきますし、この場所自体で、例えばポートタワーとか、うん、港とか、まあ、海洋博物館とかいろいろありますけど、ありますね、皆さんもね、あんま酸っぱい思い出とかいろいろあると思うんですよ。あるの、あるの、あるの、ケイちゃんあるの行さんあるわ行さんあるわ聞きたいような、聞きたくないようなあんな、ちょっと重たくなるけど、ね、やめなさい、もうやめなそんな罰なぎやめてください、もうみんなの気持ち沈むのやめてください。いやいや、ほんまにね、お昼間の、お天気のいい日も、そして夕暮れ時も、それから今からね、夜景が綺麗になる時期も、皆さんの中に今までもたくさんいい思い出があると思いますが、今日がまた新しい良い思い出になるようにステージを届けていきたいと思っています。はい、そのね、思い出やっぱね、ラジオにメールしてほしいですよね。そうですね、もうこのステージが何たるかということですからね、まずはね、はい、今日はラジオ関西ステージということで、今日はそうなんですよ、はい、ラジオ関西ではたくさんの番組があるんですけれども、はい、その中で日曜日の夜11時30分からいまいち燃えないラジオというとってもゆったりとした番組をお届けしております、はい、言い方一つやね、ゆったりとしたイベントの番組をね、お届けしているんですよ、はい、その番組から、このイベントは飛び出して皆さんにステージイベントをお届けしております。改めまして、ガチャガチャと喋り続けているさんに自己紹介させていただきましょう。はい、いまいち燃えないラジオから来年には結婚しろと言われておりますメインパーソナリティ、私ケイちゃんと申します。今日はどうぞ最後までよろしくお願いいたします。そして私のパートナー、はい、前取材受けた時に去年から全然成長してへんとかって言われました、ラジマイです。イエーイ、いいことですよラジマイちゃん、ずっと変わらずにいてください。はい、そしてもう一人、はい、神戸のワクワクロックンロールバンド、熊谷達也さんことくまちゃんです。いや、ちゃちゃっとやるなよ僕もなんかやらして、なんか前置きみたいな話してください。はい、
い、ぜひぜひ、じゃあどうぞ適当な振り方してCRK ミュージックヘッズ火曜日担当工業のワクワクロックンロールバンド渡辺原のボーカル熊谷達郎でございます。イエーイ熊ちゃん。いやーいいですねお祭りをね、やっぱり僕大好きなんですけど、港祭りもなかなかね、はい、遊びに来るばっかりで、今日はステージに立たせてもらえることで、うん、来たら、うん、トークゲストって言われてですね、トークゲスト歌わせろとずっと思ってます歌わせてくれよって思ってます。自己紹介のたんびにワクワクロックンバウンドって言ってるのに全然歌えない、ね、バンド感全然出てないお笑い芸人みたい。誰がやそれがやこれか誰がやめとこ誰がやそれがやもうやめようチラチラと後ろから帯をねヘラヘラこれは気持ちですよ。気分そういうのと一緒に共有しようっていうね、うん、なんか金魚みたいで可愛い誰が金魚よほんま後ろ010番めっちゃ笑ってるやんか010番めっちゃ笑ってるやん。ちょっと今日も綺麗に寄ってますよ。さっき言うとけどこんな風になりなやほんまにちょっと要素ありますよね。ないな、やめて、変な振りやめて。相変わらず分け目おかしいし。もうやめて、もう若手のオープン変な振り潰すのやめて。もうこの番組ゲスト出てたらえらいことになるんですよ、本当にもう。今日みんなしましまやで、しかもみんな同じ髪型してる。いいんです、そんなこと。もうみんなしましまやけど、いいんです、そんなことは。さあ、そろそろ準備が整ったようです。整いました。はい、それでは続いてのバンドは分け目が見当たらないこのバンド、ラジマエちゃんに紹介していただきましょう。はい、最悪な少年の皆さんです。どうぞ。皆様、港祭り楽しんでいますか。同じく兵庫県の姫路市というところから来ました最悪の少年、始めます。今日はもう日も暮れて人々は家路に着く。僕はといえば一人ぼっちで傷つくことも
に着いた夜風じゃ涙は乾かないのさ夜の月を見る一人ぼっち月を見るあの日の景色とか忘れられないあなたの横顔とか、忘れていたい上書きじゃなくて忘れたいのあの曲のあの歌詞が離れないわもう随分聞いていないのに姫路市というところから来ました、最高の少年と言います、もう皆さんお昼間からやったらもう本当に疲れてると思うんですけど今日あと僕らのあたりもバンドさんが出張ってその後大きな花火が上がるのでそれまでみんなで楽しんでいきましょうよろしくお願いしますですね、じゃあ先に CD の紹介をしておこうと思います僕らもう他のバンドさん、アーティストさん、弾き語りの方と同じように、音源、CD を持ってきていますあの5曲入りで1000円のなんでアルバム、ミニアルバムなんですけど必死に必死に
ぱい思ったことを詰め込んだ CD が1枚物販に持ってきてるんで、僕ら終わったらまた横のテントとかにいるので、まあ花火が終わった後でもいいし、いつでも来てください。よろしくお願いします。さっきまでのバンドさんの時はすごくいい感じの夕方だったのに、僕らがやり始めると真っ暗になっちゃってやりづらい。僕は本当にすごくうわ綺麗な夕焼け神戸って思って立ったら真っ暗やんって思って、ね、よしそんな感じで最後の曲やりたいと思います。すごくまあ、どうでもいいことかもしれないですけど、私仕事っていうんですかね、僕は先日2日前にやっと20歳を誕生日を迎えることができまして、ありがとうございます。やっとね、お酒とかも飲める年になってきたんですけど、まだ皆さんが おいくつかちょっとわからないんです。ちょっとよく目も見えないのでわからないんですけど、20年しか生きてきたことのないクソガキが言うのもなんですが、これまで生きてきた中で本当になんか納得いかないことがとてもとても多くて、なんかいやなんでそうなんねんと思って、大人のことが大嫌いでした。あんまりこうやってたくさんの人の前で言うことじゃないかもしれないけど、本当に僕自分の親のことが大嫌いでなんでやねんって思うことがたくさんあって納得いかなくて、でもなんか本当に殴りたかったけど、すごく恨んでた人間が5年ぶりに会ったら本当にどうでもよくって笑いました。なんかあライブ見に来てくれたんやありがとうって言えました。5年前中学校の時に悔しくて何もできなくてずっと泣いとった自分がおったけど、5年後ほんまにそんなことどうでもよかったです。なんか大きな悲しみが生まれたとしても、その悲しみを乗り越えたらいつかそんなことどうだっていいって笑える日が来るんやと思って書いた曲を最後にして帰ります。曇りのち晴れという曲を聴いてください。ありがとうございました。
そういうの僕グッとくるタイプなんですよ。そうですね、私もそういうのグッとくるタイプ。わかる、わかる、めっちゃわかる、めっちゃわからんのかい、わからんのかい、わからん人がいてもいいんですけど、それはそれで、ね、はい、でちょっと話聞いてみましょう。なんか就任みたいじゃない。どうぞ前に前に。あれ、わけめの子いないやん。まあ、全員なんです。全員で全員話聞いてあげようよ。はい、まずはじゃあ2人出てきてもらったので、はい、じゃあ改めて自己紹介お願いします。姫路のバンド最悪な少年のギターの純太です。そしてギターの純太くん、そして、はい、ドラム担当してます山本優太です。はい、拍手。はい、山本優太くん。いや、ほんまにな、歌ってたやん。
歌ってたやろ。いや、ビビってるやん、確実に。怖いやっちゃった。めっちゃビビってる。怖くないんちよね、めちゃめちゃ猫とか拾うし、僕。優しいですよ。優しい、優しい。優しい、優しい。いや、よかった、すごいよかったですよね、ほんまにね。グッときました。なんか、あれですよね、その、3人って最小限じゃないですか、バンド。そう、3ピースのバンドっていうのはね。一体感すごく大事やもんね。そうですね。仲いいんですか？そうでもないじゃん。おっちゃんの喋り返してもおいくつなんかな。1個下で18で19で18、19なん何年生僕らと同い年で、あのだいぶ一緒なんですけど。あ、来た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 。はい、じゃあ自己紹介お願いします。ボーカル、はい、ベースボーカルやってます。前回一周やってます。はい、拍手。はい、拍手。19、前回かって言うの。前回って言います。はい、前回、前回、本名、本名です。前回って言うの。前回です。すごい珍しい。ボケなんかちょっとメンバーになろうとしてますよね。ちょっとボケみたいに。いや、だから全然今で将来有望なところにすぐ帰省するのパラサイト熊谷達郎ですから。パラサイト熊谷達郎。19歳、18、19、そして20歳になったばかり。20歳ばかりになったばかり、はい、そうは言ってたね。はい、でもなんか闇抱えてそうやんね。そんな精神鑑定やめなさい。闇抱えてそうみたい。よかった。まあでもなんかモヤモヤすることがあって、やっぱりロックバンドとかね、そうね、出てくる言葉がありますから。はい、そうなんや。知らんのかい、興味ないんかい。すごいな、すごいな。結成はどれぐらいなんですか、結成から。結成は2013年。でも2年か3年。そうなんや、はい、いやでもすごい良かった。曲もよくね、誰が書いてるのかな。ああ、前回くん、前回くん言いたいだけ。前回くん、前回くんと僕ちょっと似たようなラインにおるから負け目覚まるんです。前回くんだってこれ来たら分からへんから。大体一緒になるよ。来てみるか、一回一回来てみようか。来てみよう。さあ、前回くんが、一生バタフラさんって有名人やからさ。かわいい帯見えてるし、クマちゃん。公開生着替えがただいま行われております。せーの、僕やんそれ。えいえい、似てる。似てる、似てるよね。似てるよね。だいぶ似てるね。似てるよね。あの弟ですって言ったら、それはそれで通じるような気も通じそうな気がしますね。気もしますけども、そんな、まあ、最悪な少年、はい、今後の活動いきましょう、聞いてみましょう。ごめんね、ごめんね、ごめんなさい。どうぞどうぞ。今後の活動も聞きましょう。今年の夏に、今年の夏に、今年の夏に、休みの、8月の後半ぐらいから、はい、すごい、8カ所ライブをするんです。関西と、うん、関東に分けて、お、もうプチツアーみたいな感じで。セルフィッシュじゃないな、セルフィッシュやね。セルフィッシュ、神戸と大阪しか行かないから。なんでそんな比べてやんの。全国ツアー、そんな言わねえやん。セルフィッシュはセルフィッシュで頑張ってやり方があるんです。人には人の最悪の少年は8カ所8カ所関東と関西に分けて、今年の夏の後半に。いいんです、そんな噛んだこと。噛んだこといつまでも言わない。キャッチーな言葉を残したくて意外に心に残るもんなんですよ。何やったっけ、今年の夏の後半に8カ所もあるってね。はい、夏の後半ということなので8月ぐらいですか。8月の19か17から、ね、17から7日。あ、気になる。ちょうだいマイク、ちょうだい、開けないみたいな。8月の17日から大阪から始まりまして、17、19がちょっと名古屋に行くんですけど、20神戸、21大阪とまたいろいろ帰ってくるので、はい、もし、何か興味がありましたら、ご連絡ください。お願いします。お願いします。弟が頑張ってるんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の弟が頑張ってる。連絡っていうことなんですけども、うん、ホームページとかそういうので連絡したいのかな。そうですね、ツイッターとホームページがあるので、ツイッターやられてない方はインターネットで最悪な少年で検索していただければ出てくるので、
はい、よろしくお願いします。お願いします。最悪な少年、はい、で検索したら出てきますからね。略して最小、はい、何の話やねん。そんなん言わへんって誰も言うもんな。言うとったね。言うとった、言うとった。最初って言うの、ラジオでなんか一回出た時に、え、うちらがつけたんやったっけ、それ。ほんまに、そう、言ってた。つまりやられてしまった。最悪できるのと少年できるのとどっちがいいみたいになったら、まあ、じゃあ最小でみたいな。音楽の話をしてあげてください。あなたの番組、ほんまに。そうです、ね、どれだけの、ね、有望なバンドを潰していくんですか。羽ばたいていくと言っていただければ、ね、いいかもしれない。足引っ張ってるじゃないか、羽ばたくときに。いやいや、また前回くんが歌ってる時の声とね、このトークの時の、はい、8月17日からねっていう、このギャップがまたね、ギャップ萌えでたまらない。はい、ギャップ萌え、ありがとうございます。笑いが止まらない。なんかなあ、ちょっと電気屋みたいなもんな。あ、大丈夫、大丈夫、歌ってる時全然違うのね。全然違うんですよ。差がある、ギャップがあるのがね、まあ、これがまた魅力なんですけども、ね、はい、どうでした、港祭り出 出てみて。すごい、こんなね、開けたところでいろんな人の前でやるのが開けたところって、あなた、どこに住んでんねん。会社が来ちゃいますからね。開けたところって、みんなで漂したわけじゃないですからね。大きいね、空のもの演奏できるなかなかないから、とても楽しかったです。すごいね、良かったですよね。綺麗ですね。どうでした。あ、楽しかったです。どうでした。なんかこう、神戸の夜景も見えて、最初の方は月も神戸の夜景、こっちかな。あんまそっちはあんまり、そっちはあんまりかな。もうちょっと言うたらこっちの方が、あの辺とかなんかね、こっちかじゃないかもしれない。観覧車もね、見えてますけどね。面白いですね。楽しかったです。楽しかった、楽しかった。だったらよかったですよ。総合してよかったよっていう。そうですね。はい、MC の中ではね、こう夕暮れ時とかにできるのかなと思ったら、僕らの時真っ暗って言ってたけれども、暗いからこそイルミネーションも綺麗だし、ね、暗いからこそ輝けた最悪の少年の、ね、ステージもとても素敵でしたよ。うん、ありがとうございます。ね、かわいい。もうそんな。もっと褒めたい。もっと褒めたい。何やねん。何やねん。めっちゃかわいい。何なんその、もうプレイですよね、そんなもん。やめてください。若者を捕まえて、この前が神輿に照れてる君を。でもちょっとでも確かにこれ美容室行ってなんて言ってんだこれ。なんか全部こっちに来てくださいって。全部こっちに来てください。そうなの、ほんまに。もうなんかクマちゃんの方からうちらで仰ぎたいもんね。あっち行け、あっち行け。はるかから出しようじゃない、こっちへ。こっちへ。やめてください、やめてください、ね、みたいなね、工房をね。髪型のことはええねん、別に。好きやねん、うちほんま好きやねん。前回くんのこと。そうなん、好きな。前回くんのこと好きな。ケイちゃんどうですか。ケイちゃんどうですか。綺麗な方だと思います。見た今の見た。見てない。今の、うん、もうすごかったね。目の泳ぎ方こんななってる。ブワー、もうタオルで口元を覆わないと。嘘つきすぎてるから。もうすごい、耐えられへん。すごかったよ今の。ぐんぐん鼻伸びるとこだよ。ぐんぐん鼻が伸びていくとこで。夜景に突っ込むぐらい鼻が伸びるとこで。すごかったです今。はい、やめてあげて。二十歳になったからってそんな技覚えんでいいよね。覚えんでいいです。素直に言ってもらったら。そのままね、ぜひまた応援したいと思いますんで、ね、はい、これからの活動も、そして、はい、今年の夏後半のね、関東と関西の8カ所回るのも、最悪な少年と調べてもらったら、そのあたりのスケジュールも詳しく出てきますので、これからもぜひぜひ活動を応援してあげてください。はい、分け目が全くわからないバンド、最悪な少年でした。ありがとうございました。本当はもうちょっと喋ってたかったけど、ね、何の個人的仕様に走りすぎですわ。